ロサンゼルスドジャースの山本由伸投手が現地時間17日、メッツとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発登板。5回途中2失点の投球でリードを守って降板した。山本は11日の地区シリーズ第5戦以来、中5日のマウンドだった。お金を払う価値がある。8奪三振素晴らしい。13アウトでさらに上に行きました。メッツはドジャースに負けることはない？ああ、もちろんだ。ドジャースはすでに勝っている。山本由伸のパフォーマンスは感動的だったに違いない。山本はマウンド上で侮れない実力者であることを証明した。山本選手が力強くフィニッシュ素晴らしい瞬間でした。それが山本くんのやり方だよ。山本由伸が MLB 最優秀遊撃手フランシスコ・リンドールを打ち取る。なんて素晴らしい夜の終わり方でしょう。山本は最高でした。一体誰がドジャースのブルペンにスペースジャムの魔法のバスケットボールを与えているのか、全く意味がわからない。最後の3球は素晴らしかった。外角に投げた速球。厄介なカーブ。最後はハイチーズで締めくくった。彼が3億2500万ドルを手に入れた理由。山本由伸は、メッツとのナショナルリーグ優勝決定シリーズ第4戦で、ポストシーズン2戦連続の素晴らしい先発を果たした。お金を払う価値があります頑張れ山本。山本はビエントスへの悪い速球以外は素晴らしかった。山本投手は 4.1 イニングを投げてよく投げました。73球を投げ、2失点でした。右利きの人は山本に対して良い成績を残しているので、ウィンカーよりマルティネスの方が良い。それでいいよ山。いいことだ。人々は彼はたった 4.1 イニングを投げて2失点しただけだと言うだろう。確かにそうだが、それでも素晴らしいパフォーマンスだった。2回目の失点はもう終わっているはずだったが、今夜の彼は素晴らしかった。